暑い暑い暑い。いくらなんでも限度ってものがあるじゃない。うっさいっての。お得意の水芸でもして涼しくなればいいじゃないか。こう暑いとすぐぬるま湯になっちゃうのよ。カズマこそフリーズはどうしたの。フリーズは冒険者の魔力量なめんなよ。首元をちょっと冷やすぐらいしかできないんだぞ。こんな風にな。どんなご褒美だ。ダクネス、騒ぐと余計に暑くなりますよ。しかしいつまでもこのままなのはさすがに答えるな。こうなったら海よ海。私着替えてくる。ここから海はそれなりに遠い。旅費のあてはあるのか。おとといツケをまとめて払ったばかりだろう。旅費？そんなのをクエストでパパッと稼げば。ない？ないってどういうことよ。ですからこの暑さでモンスターの動きも鈍くなっているようで、皆さんにご紹介できるようなクエストがないんです。モンスターもかよ。稼げるクエストを探しに来たってのに。暑いからって引きこもってばかりいたのが失敗だったな。これじゃ旅費どころか生活費すら。どんなクエストでもいいです。何かありませんか。そう言われましても。あ、干からびたジャイアントトードの回収クエストなら一人50匹ほど納品いただければ。暑い中そんなことしてたらこっちが干からびちゃうわよ。カズマさん、何とかして私を海に連れてって。無茶言うなよ。お困りのようですね。力をお貸ししましょうか。セシリー、あら、なんだか顔色が。夏バテじゃない？休んだ方がいいわよ。お気遣いありがとうございます。ですが苦しいのは町の皆さんも同じ。一聖職者として黙っているわけにはいきません。お姉さんが何もなく真っ当なことを言うはずありません。一体どういうつもりですか。めぐみさん、この暑さで人を信じる心までも失ってしまったのね。そんなあなたこそ悪しず教に。入りません。それで何を企んでいるのですか。企みなんて滅相もない。この度アクセルの皆さんを水の都アルカンレティアへご招待しようかと思いまして。確かにアルカンレティアならばアクセルよりも涼しいかもしれない。この暑さを乗り切るべく我々が全力でおもてなしをいたしますとも。もしかしてタダで行けるの。もちろんです。アクシズ教全面協力のもといろいろと楽しい催しも計画しています。待った、そんなことしてお前たちに何の得があるんだ。人々のために祈るのが我らアクシズ教ですよ。皆さんの幸せ、それすなわち私たちの幸せというわけです。なおさら信用できませんね。その催しって何をするのですか。おいセシリー、なぜ目をそらすのだ。もういいから黙ってアルカンレティアに来なさい。アクシズ教徒になれば素晴らしい生活が待っていますよ。本性を表しました。みんなが暑さに苦しんでいるというのにお姉さんという人は。仕方ないじゃないですか。外に出ている人がほとんどいないので勧誘も全く進まないんですよ。別に人がいようがいなかろうがいつも失敗してるだろう。いいえ、信仰心の薄さが問題なのです。皆さんが普段からもっとアクア様に祈っていればこの暑さもなかったに違いありません。それはそうね。ということはこの暑さってみんなのせい。そうです、アクア様。ですからこれは使命なのです。人々をアルカンレティアへ招待し、アクシズ教そしてアクア様の素晴らしさを伝えればきっと暑さも収まります。話を聞いて損しました。やっぱりろくでもない。いや、セシリーの言うことももっともかもしれない。え？カズマ、
やっと分かってくれたの？なあ、暑さをしのぐのに海にこだわる必要がないってことかな。そしてそこになければ作ればいい。作るって何を？決まってるだろ、水の女神パークだ。カズマ、久しぶりに屋敷に帰ってくるなりこんなところに連れ出してきて何をさせる気ですか？そんなに警戒すんなって。いつもみたいに気持ちよく爆裂魔法を打ってくれればいいだけだ。水の女神パークだったか。だがここは水辺からそれなりに離れているぞ。計画はあるから大丈夫。手伝ってくれる人たちも見つけたし、それはもうとんでもないのが出来上がる予定なのよ。詳しいことは後で話すからさ、とりあえずダクネスは俺たちを爆風から守ってくれ。それは構わないが。さ、メグミ、やっちゃって。できるだけ大きいやつを頼む。土地の管理者には話をつけてあるから気にしなくて大丈夫だ。わかりました。ならば我が最高最大の爆裂魔法をお見せしましょう。エクスプロージョン。おお、狙い通りでかいクレーターができたな。あとは水を入れればいいわけね。それから女神にふさわしい豪華な飾りを。一度水を入れたらあとはお前の力で浄化すれば入れ替えも必要ない。うん、実にエコロジーだな。アクア様、カズマさん、人手を連れてきましたよ。早かったじゃないセシリー。こっちもちょうど準備が終わったところよ。結構連れてきたな。それじゃ作業を割り振るから集まってくれ。はい、アクア様を称える施設のため頑張ります。本気で女神パークとやらを作るつもりなのだな。しかし確かに暑さに苦しんでいたとはいえ、カズマはなぜあんなにやる気になっているのでしょうね。工事開始よ。よし、こっちは終わりっと。アクア様自らあんな熱心に。私たちも頑張らなければ。よいしょ。あ、そんな目立つとこに女神像を置かなくていいから、もっとあっちの方にしてくれ。アクア様を称える施設なのでは。像はどこからでも見えるよう真ん中に置いた方が。こういうのはあんまり目立ってもよくないんだ。俺の故郷ではこういうのをわびさびって言ってだな。わびさび？何を言っているのかわかりませんね。いいからアクア様の像を。わかったわかった、俺が悪かった。ちゃんと説明するよ。今まで黙ってたけど、ここは泳ぐことで水のありがたみを思い出し、女神アクアの偉大さを実感するみたいな感じの施設にするつもりなんだ。だから女神像が真ん中にあると邪魔。待ってください。今なんと泳ぐと言ったのですか？いた！というか顔が近い。そんなこと聞いてませんよ。本当ですよ。どうして早く言ってくれなかったのですか？仮にも女神を称える施設で泳ぐなんて嫌がられるかと思って。けどそんなに怒ることじゃないだろう。何を言ってるんですか。嬉しいんですよ。え？泳ぐということは誰もが水着になるということ。水遊びに興じる美少女に生きる。想像するだけでも。こうしてはいられないわ。たくさん美少女を呼べるようにもっともっと頑張ろうよ。まあ動機はさておき、やる気になるのはいいことだな。なんかごまかせたっぽいし。よし、完成だ。名付けて水のリゾート、ロイヤルウォーターパーク。ちょっと女神は、アクア様は名前にないじゃない。アクシズ教だってわかると警戒されるからだ。人が来ないと意味がないんだぞ。おかしいでしょ、あんなに手伝ったんだから今すぐ私の名前を入れてちょうだい。もう無理だっての。
いいから見てろって。すぐにでもお客がたくさん来るから。なんでよ。なんの倍返しです。はぁ、総国の激流が。めぐみやりすぎだ。これこそが高魔族流なのです。さあさあ、私のターンはまだ終わってはいませんよ。二人とも楽しそうに遊んでるな。いや、無事に完成してよかった。他のお客さんが全然いないみたいだけど。絶対大丈夫、俺の考えに間違いはないって言ってたのは誰だったかしら。ふっ、何の面白みもない名前だからですよ。さあ、今すぐ偉大なるアクア様を称える魅惑の水場に変更を。できるか。そもそも話が違うじゃないですか。美少女やイケメンが来ると思ったからこそ私たちは頑張ったんですよ。メグミンさん、ダクネスさんも素晴らしいですが、私はもっともっといろんな人たちと触れ合いたいんです。それは。でもこんなに人が来ないなんておかしいんだよな。何が原因なんだか。もしかして我々の活躍を妬む組織、奴らの仕業かもしれません。まさかエリス教。今すぐ殴り込みに行ってきます。積年の恨み思い知らせてやりますとも。私も行くわ。うちの子たちが一生懸命働いてくれた苦労を無駄にするなんて許せないんだから。いや、それは完全に濡れ衣だと思うんだが。おや、一緒に遊ぼうと誘いに来たのですが、お姉さんとアクアは帰ってしまったのですね。こんなに豪華な施設、私たちだけで楽しむのももったいないからな。宣伝はしたのか。はあ、うっかり忘れてたって顔してますね。カズマらしからぬミスだな。この暑さで頭が回らなかったのだろうか。くそ、世界一の名プロデューサーと歌われる俺としたことが。まだ間に合う、作戦を立てよう。ビラ配りはやるとして、来場キャンペーンなんかもすれば口コミで人が来るはず。私たちも知恵を貸した方がいいだろうか。放っておいて大丈夫ですよ。必要になったら向こうから行ってきます。それより私はまだまだ戦い足りません。次こそ決着を。カズマさんが作られた新しい施設ってここで合ってますか。すごいな、話に聞いていたよりもずっと広い。こんなのを自分たちで作るなんて名村すげえな。お前たちはこれでどうです。究極奥義水連打派ウォーダー。それなら避けれます。ふんは。そして反撃開始だった。これはなかなか。くん、プールってこんなすごいんだな。海とは全然違う。いいよな、あいつらはプールを満喫できて。俺もあんな風に無心で遊びたい。遊びたいなら入ればいいではありませんか。ほら、一緒にかっこいい技名を考えましょう。そうだぞ。そんなところから飢えた獣のような目でジロジロと舐めるように見られては落ち着かない。はあ、見てねえし。宣伝をどうするか考えているんでしたっけ。遊ばせてもらっていることですし、何か手伝えればいいのですが。カズマには普段から世話になっているしな。私にできることがあればぜひやらせてくれ。ミーヤも手伝うぞ。カズマはよく飯をくれるからな。ありがとうよ。カフェの方で宣伝でもしてくれると助かる。ダクネスたちはビラ配りとかやってくれないか。この格好でか。そんなことをしたらムクつけき男たちが大量に集まってきて、そしてくん。妄想たくましいな。いや、待てよ。このプールってやつなんか豪華だし、どうせなら水着も派手なのにして配ったら目立ちそうだな。
特別な水着でアピール。そうか、それでいいんだ。ちょっと知り合いの服屋に相談に行ってくる。今日は適当に楽しんでいってくれ。お、カズマ、一体何をするつもりなんでしょう。よし、飾りもいい感じだな。二人とも今日はよろしくな。協力してほしいことって何なんですか？というか、今日呼び出されたのは私とロリーサだけなのだな。ああ、リアもメグミも都合がつかなくてな。お前たちにはプールの宣伝のための写真撮影に協力してもらう。撮影ってその魔導カメラでですか？私はいいですけど、ダクネスさんは平気なんですか？大丈夫だ。とりあえず新しい水着は一着しかないからダクネスに来てもらうぞ。大丈夫なものか。待ってくれカズマ、いくらなんでも心の準備というものが。ですよね。宣伝用の写真だなんて、どこの誰かもわからない人に水着姿を見られるのは。はあ、むくつけき男たちの視線が知らないところで私のあられもない姿を捉えて。ああ、いろんな人たちに舐めるようにじっくりと見られるだろうな、写真が。どんなプレイだそれは。しかし、やぶさかではない、やぶさかではないぞ。あれ、ダクネスさん。こいつのこれはいつものことだから気にしないでくれ。それにロリーサもタダでとは言わない。うまくいったら貸し切りにしてバニールを呼んでやるよ。全力で頑張ります。じゃあ決まりだ。二人とも今日はよろしく。任せてください。こんな戦場的な水着姿にさせて私をどうするつもりだ。だから撮影するんだって。ほらそっちに行って。いい感じだ。なんだかんだノリノリじゃないか。カズマ、次はどんな恥ずかしい要求をする気だ。いいぞダクネス。さて、宣伝のチラシはバニルも目にするはずだが、ロリーさん、お前はそんな控えめでいいのか。見てください、バニル様、あなたのためなら、どんなことでも。やるではないかロリーさん。なんと怖く的な表情だ。世の男どもは釘付けになるだろうな。やっぱりこの二人にして正解だった。お、何か言ったかカズマ。いや、二人とも頑張ってくれて俺は嬉しいんだよ。さあ、お前たちの可能性をもっと見せてくれ。あと何枚あるんでしょうか。わからん。だが恥ずかしさに耐えながらこうしているとそれはそれで癖になってしまうかもしれない。海が向こうからやってきた。水のリゾートロイヤルウォーターパークへようこそ。暑い夏には海ソーダ、この夏一番クールな飲み物をぜひ。あの、海ソーダ3つと浮き輪ももらえないかしら。はいよ、誰か頼めるか。うん、ミアは今別のお客さんに呼ばれて。ちょうど手が空いたところだ、私がやろう。はい、海ソーダ3つと浮き輪、お待たせしました。助かりました。あ、でもいいんですか、さっきから働きっぱなしですけど。ショートかぶってたせいでチラシの撮影に参加できなかったんだ。これくらいはなんともない。ギリがたいですね。ところで、その水着は
さっきカズマが渡してきたんだ。いずれアクセルハーツでも使うとか言っていたが。さすが、ちゃっかりしてますね。お、君ロリーサちゃんだよね、チラシの。ねえねえ、ダクネスちゃんは一緒じゃないの？なんだお前、あっち行け。仕事の邪魔だぞ。子供には用はないっての。ほらロリーサちゃん、一緒に水遊びしようよ。やめてください。お客様、従業員と個人的に遊ぶのは禁止になっています。ただ後で触れ合う機会はあるので楽しみにお待ちください。触れ合う機会？何をさせる気なんだ？追い払うための適当な話だって。ほら、いいから仕事に戻った戻った。嫌な予感がする。にしても予想以上の来客数だな。これもロリーサとダクネスの宣伝チラシと。はい、チケットを見せてください。ようこそ水のリゾートロイヤルウォーターパークへ。受付に掃除に周辺の警備、アクシズ京都たちもおとなしく働いてくれてるおかげだな。口コミも広まってるみたいだし、売り上げもまだまだ増えそうだ。計画通り。いつまでこんなことをしてればいいのかしら。でもこれもアクア様のため。こんなに暑いのに海に誰も来やしない。これじゃ商売上がったりだ。それもこれもロイヤルウォーターパークなんてもんができたせい。何が海が来ただ。こうなったら。はーい、こっちですよ。今日は特別な水着姿のリアと写真が撮れちゃいますよ。その後にはソロショーも。順番抜かしは岩石ボンバーだぞ。ちゃんと並べ。触れ合う機会ってやっぱりあったじゃないか。エイリカもシエロも今日は来れないし、お前だけでも稼いでもらわないとな。まあ自由に遊ばせてもらったことだし、精一杯頑張るとするよ。あ、ちょっとカズマさん、そろそろお客さんを勧誘してもいいですよね。このままじゃアクア様の名が広められないです。ダメに決まってんだろ。こういうのはあんまり急いでもよくないんだって。ですが、たリアさん、なんですかその素敵な水着。このセシリ、胸が高鳴ってしまいますよ。ああ、もうこっちは忙しいんだ。行った行った。あの人は相変わらずだな。そういえばアクアの名前が出たけど姿が見えないようだが。ここの宣伝のためにいろんな街に行ってるんだ。ついでに飲み歩いてもいるらしいけどな。と、そんなことよりそろそろ出番だ。頼んだぞ。今日はありがとう。よし、いい感じだったな。夜はこうやってイベントを開けば客足は途切れない。売り上げも右肩上がりだし、このまま稼げればクエストに行かなくてもよくなったりして。ねえ、いつになったらアクア様の素晴らしさを人々に広められるの？この前は泳ぐことで水の素晴らしさをとか言ってたけど、全然不況になってないじゃないか。ちょ、そんなこと大きな声で言うなって。お客さんに勘違いされちゃうだろ。勘違い？何を言っているんですか。ここはそもそも水の女神アクア様のアクシズ郷パークだったのでは。そうだそうだ。ゲー、またセシリー。皆さん違うんです。ここはアクシズ郷とは無関係ですよ。我々をこき使っておきながら自分だけ美味しい思いをしようたってそうはいきませんよ。このエリス京都から奪った超高級な魔導カメラで水着姿の美少女たちを撮りまくりです。ちょっと勝手に撮影しないでくれ。いやよいやよ、もういいのうち。アクシズ京突撃。うわぁ、ヌーシー、ヌーシー。
お前ら何やってんだ。やめろ、やめてくれ。そこの美人のお姉さん、今占いの結果が出ました。あなたと私の相性は抜群さ。今すぐアクシズ教に。すまないが、私はエリス教徒なのだ。ペッ、ダークネス、助けないと。あれは放っておいて大丈夫だ。この声、ロリーサだ。こっちは本当に何かあったみたいだ。おい、大丈夫か。アクシズ教徒にって勧誘されてたわけじゃないのか。カズマさん、リアさん、私、水の中にいたので見つからなかったみたいです。ただ、突然何かがぶつかってきて見てみたら、あれです。あれって、ヒャーク、ランニングジョーズ。なんで海にいるはずのモンスターがこんなところにいるんだよ。おい、セセリン、こうなったらお前たちも倒すのを手伝って。生きてこそのものだね。アクシス教、撤退。逃げ足が早すぎる。おい、いや、むしろ望むところだ。私がこいつの相手をしているうちに残りの者の避難を。ダークネスさん、一人で向かっていくなんて。仕方ないな。避難誘導はリアたちに任せて、ロリーさん、一緒に戦ってくれ。なんとか倒せましたけど。だー、せっかく苦労して作ったのにめちゃくちゃだ。アクシズ教徒たちも逃げてしまった。あの様子では復旧を手伝ってくれるかどうか。誰だ。あそこです、噴水の後ろ。バインド。誰んで、これはどういうことだ。おっちゃん、海辺で店やってる時期だろ。正直すまんかった。本物の海を差し置いて大繁盛しているのが羨ましくて。妨害工作したってか。はい。だからってモンスターを呼び寄せるなんてひどいぞ。怪我人が出なかったからよかったものの、プールがめちゃめちゃだぞ。それはその相応の賠償金を。はいはい、話は聞かせてもらいました。アクア様を称えるための施設にモンスターを放つなんて許せません。うわ、いつの間に戻ってきたんだ。許せない、許せないぞ。すごい速さで逃げたくせにこんなに激怒するのか。この男、どうしてやるのがいいでしょう。やっぱりあれかしら。うわー、スーリーサー、スーリーサー、あー、助ける。おお、これは予想外の展開が。待ちなさい。まずい、隠れなきゃ。この声、アクアだよな。これは私たちの敬虔な信仰心が奇跡を呼び起こしたのよ。いや、あのあたりから声が。しー、ここは黙っておいてやれ。私は女神アクア、そこの海の商人。あなたは確かに大罪を犯しましたけれど、許しましょう。なぜならここは女神アクアの加護を受けた場所。それにあなたは欲望のままに行動しただけ。そのことを誰が責められましょうか。このセシリー、感動しました。アクア様万歳、アクシズ教万歳。アクシズ教万歳、今宵奇跡が起きたぞ。あ、海の家の店主さん、それはそれとして、あなたにはお話があるのであちらへ。大事なお話よ。はあ、よく働いたわ。
これで一件落着ね。帰ってきたら大騒ぎになってたから何事かと思ったわよ。美味しいところだけ持ってって働いたとか、どの口が言えたんだか。まあとりあえず賠償してもらえるならいいけどな。そんじゃあ早速みんなで復旧作業してまた客を呼べるように。そのことなのだが少し難しいかもしれない。おいおい何言ってんだよ。元通りの綺麗なウォーターパークにすればまたすぐに。ここってアクシズ教の施設だったの？騙されたわ。きっと後から勧誘するつもりだったのよ。ああ危ないところだったな。町に戻ってみんなにも注意するように伝えないと。なずーやっぱアクシズ教と関わるとろくなことね。水の女神の泳ぎの速さ舐めてもらっちゃ困るんだから。おりゃあ恐ろしく速い泳ぎ、私でなきゃ見逃してしまいます。はあ、すっかりここも元通りの貸し切りになっちまったな。こんなに早く閉園になっちゃうなんて。カズマさん、約束はちゃんと守ってくれるんですよね。バニルと二人っきりのやつか。うまくいったらって言ったろ。うまくいかなかったんだからしょうがないじゃないか。そんなのずるいですよ。今度からサービス券あげませんから。なっ、それはないだろ。カズマ、いつまでも落ち込んでないでパーッと遊ぼうではないですか。くそー、よしわかった。こうなったらカズマさんの見せてやるよ。アクア、スキアリン、総国の激流派。やってくれたわね、めぐみ。今度は私が行くわよ。覚悟しなさい。そりゃすごい。アクアの放った水が壁のようになってメグミンに襲いかかっている。ふふん、水の女神であるこの私に水の戦いを仕掛けるなんて100年早いわよ。こんなところで屈してはコーマの名が廃ります。こうなったら究極奥義水蓮打破、おりゃで、なぜやめてしまうんだ。もっと激しく攻め立ててくれてもいいんだぞ。お前ら何遊んでるんだよ。ちょっとは働き。ちょっとくらい遊んだっていいじゃない。せっかくウォーターパークに来たんだもの。ちょっとくらいなら遊んだっていいが、ずっと遊びっぱなしだから言ってるんだ。確かここは私の爆裂魔法でできたクレーターを利用して作られたものでしたね。私はパークの宣伝のためにこのやたら戦場的な水着でポーズを取らされて写真を撮られたぞ。あのチラシが出回って実物の私とチラシの私を交互に見ながら何人もの男たちがいやらしい顔をして私に話しかけてきた。はあ、今となってはいい思い出だ。遠い目をしてる場合じゃない。ここに来た理由を思い出せ。断る。一度閉園になったウォーターパークを盛り上げるなんてめんどくさいだけだ。そうおっしゃらず、あのパークを買い取り客が呼べるくらいまで修復したんです。何卒お願いします。再開したって、どうせあそこはアクシズ教の施設だと思われてるんだ。そうそう簡単に人を呼び戻せるわけないだろ。それに毎日この暑さだ。一歩でも外に出たらか弱い冒険者でしかない俺なんか簡単に溶けてしまう。というわけで無理です。俺は弾みます。売り上げの3割。なんならそこに水着美女と楽しく遊べる権利も。その話乗った。
俺たちはこのウォーターパークを盛り上げるために来たんだぞ。盛り上げるならあれよ、偉大なるアクア様を称える魅惑の水場と改名して、私の像を目立つところに置けば。却下。そもそもこのパークが閉園になったのはアクシズ教のせいだってことを忘れるなよ。はあ、アクシズ教は何も悪くないじゃない、冤罪よ。あ、ひらめきました。夜の営業の時、盛大に爆裂魔法を打ち上げるというのはどうですか。却下。お前のことだ、客ごと吹き飛ばしかねない。しかしカズマ、それなら他に何か手は考えてあるのか。策はもちろん練ってある。俺を誰だと思ってる。世界一の名プロデューサーと名高いカズマさんだぞ。カズマ、お待たせ。世界中の可愛いが大集合、可愛さ 1000% エリカちゃんの登場。ほら、リアもシエルも早くこっち来て。こんにちは。これが俺が用意した盛り上げのための秘策。アクセルハーツが秘策？え、どういうこと？役者は揃った。それじゃあウォーターパーク盛り上げ計画開始だ。チラシも完成したし、だいぶ準備もできてきたな。そしたらちょっとステージ上の動きでも確認しておくか。アクセルハーツの3人はリハーサルの準備をしておくように。準備って？衣装とか言われてないから持ってきてないけど。今回の衣装は水着だ。水着？そんな話聞いてません。そんなの僕恥ずかしくって。恥ずかしい？何甘えたこと言ってるんだ。アクセルハーツの新しいファンを獲得したくないのか。そういうわけじゃないですけど。水着でショーをするというのは少し抵抗があるな。夏バテで元気がないみんなをお前たちの魅力で元気にしてあげてほしいんだ。それにどんな状況であろうと、歌と踊りで観客を喜ばせる。それが踊り子であるアクセルハーツのやることじゃないのか。僕たちの歌と踊りで。かわいい。お前たちならいける。今かわいいって言った？そうよね、かわいい私ならいけるわよね。了解。こうなったらかわいいの濃縮還元、このエリカちゃんの水着姿でお客さんたちを濃殺しちゃうわよ。よし、そうと決まれば今すぐ準備に取り掛かれ。はい。カズマ、ちょっといいか。どうしたリア、まさかお前も水着が嫌とか言うんじゃないだろうな。いや、確かに少し恥ずかしくはあるが、その話じゃない。ステージのライトアップはどうするのか気になってな。今回はナイトショーと言っていたはずだが、ライトアップできるような道具は一つもなかったぞ。忘れてた。会場はそれなりに広いしな。よし、わかった。ショーまでにはまだ3日ある。そっちは俺が何とかしよう。その間お前たちは一人でも観客が増えるように近くの街やパーク内でショーの宣伝をしておいてくれ。ねえカズマ、照明の代わりになる魔道具なんてそんなに都合よく見つかるものかしら。わからないけど一応聞いてみるしかないだろ。シェリーなら知ってるかもしれないし。それにしてもカズマは今回どうしてそんなに必死なのですか。暑いから外には一歩も出たくないとごねていた人とは思えません。何か裏があるのでは。それはもちろんウォーターパークを盛り上げたいからに決まってるだろう。ギャラもそこそこいいしな。目が泳いでいるぞ。怪しいですね。
他にも何か別の目的があるのではありませんか？ゲッカー！とにかくシェリーの研究所に行くぞ！ライトアップのための魔道具ですか。それなら確かこの辺に。おお、あるのか。あったらそれを貸してほしい。金は後で必ず払う。ステージで使えるかどうかは分かりませんが、強力な光を放つ魔道具ならあったはずです。あ、これですね。放たれる光がかなり強力なので、暗い場所で作業するために使われた魔道具だろうと推測しているのですが。あら、この魔道具なんか変な絵が描いてあるけど、何これ。このうにょうにょしてるのは足かしら。実はその絵の謎はまだ解けていません。いくつか文献を当たってみてはいるのですが。ライトアップさえできれば元の用途なんて何でもいい。こっちも急ぐんだ。頼む、貸してくれ。しかしまだ研究が。シェリーさん、シェリーさん、最近趣味の方はどうですか？順調に筆は進んでるのかな？ってことだから借りてくな。行くぞみんな。うわぁ、卑怯ですよ。ちょっと。はぁ、行ってしまいました。本当に大丈夫でしょうか。おや、この文献に書かれている絵ってさっきの魔道具のものと一緒。ちょっと読んでみますか。なるほど、あの魔道具の用途はそういうことだったのですね。だからあんな絵が。ということは、うっ、急がないと。みんな注目。なんだ、どうした？あれはアクセルホーツじゃ。僕のこと知りたい？教えろ教えろ、シエロちゃん。見た目はクール、中身はホット。リアでホット一息ついてね。世界中の可愛いが大集合、可愛さ 100% エリカです。3人合わせてアクセルハーツです。この後パークの真ん中のステージでアクセルハーツのナイトショーをやります。よかったら見に来てください。今回のショーはなんとこの水着でやるの。可愛すぎるエリカちゃんを見て気絶しちゃダメだから。ショーのチラシもらったぜ。それが楽しみで俺はここに来たんだ。絶対に見に行くよ、シエロちゃん。よかったら俺と握手を。来ないで。お客さんたちも私たちのショーを楽しみにしてくれてるみたいだし、頑張っていこうよ。ただカズマたちがまだ帰ってきてないな。早くしないとショーに間に合わないが。なんとか間に合った。あ、カズマ待たせたな。ライトアップのための魔道具を手に入れてきたぞ。準備完了。よし、これでショーの準備は整った。借りてきた魔道具も問題なく明かりがついたし、リハーサルも完璧。エイリカたちの宣伝もあってパークのお客さんたちもだいぶ増えてきたみたいだな。当たり前でしょ、みんなアクセルハーツのナイトショーを楽しみにしてるって言ってたもん。あとは本番を成功させるだけだな。頼んだぞ、アクセルハーツ。いやー、これはこれはカズマさん、ありがとうございます。おかげさまでパークの入場者が激増しました。だから言っただろ、俺に任せておけと。さすがは名プロデューサーと名高いカズマさんです。ギャラはちゃんとご用意させてもらっております。
で、あの話は忘れてないだろうな。水着美女と楽しく遊べるっていう。そちらの方も抜かりありません。うん、期待してるぞ。今日はみんな来てくれてありがとうね。私たちアクセルハーツのナイトショー楽しんでいってね。水着でのショーってちょっと恥ずかしいけど、僕頑張ります。それじゃあ最初の曲いくよ。聞いてください、ブライトショー。いやー、無事に始まってよかったよかった。ウォーターパーク盛り上げ計画大成功って感じだな。ええ、照明用の魔道具が間に合って本当によかったです。アクセルハーツの姿が綺麗に見えますね。ほんと、カズマったら後でシェリーにちゃんとお礼するのよ。はいはい、分かってるって。カズマさん、大変です。シェリーではないか。そんなに慌ててどうしたのだ。カズマさん、まずいです。今すぐあの魔道具を停止してください。さもないと大変なことに。大変なことってお前は何を言って。しまった、遅かったようですね。ちょっと待て、どういうことだ。ステージに巨大なクラーケンがいるぞ。あの後文献を調べていたら、あの魔道具の本来の用途が判明しました。あの魔道具はクラーケン寮のためのイサリビだったのです。イサリビ。魔道具から発せられる強い光で海に住むクラーケンだけでなく、土の中に住む渡りクラーケンもおびき寄せてしまうのです。なんだそのとんでもない量は。これだから異世界は。そうとなればここは私たちの出番です。さあ行きましょう。こっちには牽制もいるんだから、あんなクラーケンちょちょいのちょいよ。ちょっと待て、今俺たちが出て行ったらショーはめちゃくちゃになるぞ。あいつら。ねえ、何なのこいつ。なんでクラーケンがこんなところに出てくるわけ。理由はよくわからないが、観客がパニックになりかけているぞ。早くなんとかしないと。どうしよう、このままじゃショーが中止になっちゃうよ。せっかくここまでみんなで準備してきたのに、こんな状況じゃ。どんな状況であろうと、歌と踊りで観客を喜ばせる。それが踊り子であるアクセルハーツのやることじゃないのか。そっか、そうだよね。私たちのやることは、リア、シエロ、ショーを続けながらこのモンスターを倒すわよ。え、どんな状況でも観客を喜ばせるのがアクセルハーツのやることだってカズマが、プロデューサーが言ってたわ。エリカちゃん、うん、そうだよね。それが僕たちのやれることだよね。確かにエリカの言う通りだな。私もその答えに賛成だ。それじゃあアクセルハーツ行くわよ。やっと倒せた。やったー、これでショーが続けられるわね。観客の皆さん、すみませんでした。ちょっとしたトラブルがありましたが、アクセルハーツのナイトショーはまだまだ続きます。この度は本当にありがとう。
がとうございました。おかげさまでナイトショーも大好評、客もますます増えそうです。ウォーターパークに来たというのに結局水に入る間もないくらい働きまくったし当然だな。でだ、例のあれは？こちらに水着美女の写真をご用意しました。この中から好みの女の子こ、この中なら誰でもいいのか。誰にしようかな、悩んじゃうな。なるほど、そういうわけでしたか。めぐみ、いつの間に。あまりにもカズマが必死なので絶対に裏があると思って探っていたんですよ。カズマ、お前という男は自分の欲求を満たすためにみんなを利用していたのか。お前に言われたかない。開き直っちゃって救いようがないくらい最低ね。いや、これはなんというか。言い訳無用、水に浸かって頭でも冷やすといいです。おりゃー、うおー、お、落ちるいい湯だな。やっぱ辛いクエストがあった日の夜はゆっくり湯に浸かるに限る。お、なんだ今の音。誰だ、アクアか。カズマさんが入浴中だぞ。ってこの音脱衣所じゃないな、窓の外からのような。もほもほほほほってなんだ、男かよ。いやのぞきー。ちょっとどうしたのよカズマ、そんなはしたない格好で。のぞきが違います、カズマのそれはのぞきではなく露出狂です。いや俺の話じゃなくて、風呂場の外に変な男がいたんだよ。最近覗き魔が出没していると聞いたが、まさかそれか。まだ近くにいるかもしれません、捕まえてしまいましょう。覗き魔しばくべし。皆さん、この度は悪質な覗き魔の逮捕にご協力くださり大変感謝します。いえいえ、街を騒がす悪党を捕まえただけですから。俺はほら、風呂をちょっと覗かれただけだし。それは同情を禁じ得ませんね。せめてものお礼として後日感謝状をお送りさせてください。それでは失礼します。感謝状、まあ当然よね。なんといっても現在指名手配中の覗き魔を捕まえた町の英雄ですもの。明日には町中に私たちの活躍が知れ渡るでしょう。新たなる伝説を作ってしまいましたね。カズマの代わりに私がのぞき魔と鉢合わせするというシチュエーションも悪くなかったと思うが、今回は仕方ないな。おい、俺が被害に遭ったのに仕方ないとか言うなよ。ふん、それにしてもまさかデバガメの被害に遭うなんて。デバガメ？ん？何不思議そうな顔してるんだよ。覗き魔のことをデバガメって呼ぶんじゃないのか。いや、不思議なのはこちらの方だ。どうしてここでモンスターの名前が出てくるんだ。デバガメがモンスター。ちなみにだが、そいつはどんなモンスターなんだ。私も実物を見たことはまだないのですが、噂によればそれはそれは大きな亀の怪物だという話です。なんでも背中の上で走り回れるほど大きいんだとか。そんな奴に踏みつけられ全体重をかけられたらどんな気分がするのだろうな。いや、そこまででかいんじゃさすがのお前もプチンって潰れちゃうだろ。ちなみに前歯が出っ歯なのでデバガメと名付けられたみたいよ。まんまじゃねえか。
邪魔いたします。アイリス、アイリス様、それにクレア殿も。こんにちは、お兄様。皆様、ご無沙汰しています。急に屋敷に来るだなんて、一体どうしたのですか？夏休みです。早めに公務を片付けることができたので、クレアが夏の休暇を提案してくれたのです。なるほどね。でも王族ならこういうお休みはもっとキラキラした別荘とかに行くものじゃないの？アイリス様がカズマ殿や皆さんとこの夏をお過ごしになりたいとしきりにおっしゃってな。急なお願いになってしまうのですが、お兄様、皆さん、私と一緒に遊んでくださいませんか？そういうことならいっぱい遊ぼうな、アイリス。私も付き合いますよ。夏らしいことがいいですよね。何がしたいですか？皆さんならきっとそう言ってくださると思って、実はこんなものをご用意させていただきました。これは地図ですか？ええ、これはお城の書庫で見つけたものなのですが、海の部分の真ん中に赤いバッテンマークがあるわ。ねえ、もしかしてこれって宝の地図？文字も記されていますね。満月の晩に現れし地に宝は眠る。なんだかワクワクしませんか？確かに、ちょうど明日が満月だしな。そんな夜に宝探しなんて面白そうじゃないか。アイリス様、素敵な冒険になりそうです。腕が鳴るわね。アイリスの夏の思い出作りのためにも絶対にお宝を見つけましょう。おお。喉が…カズマ、水をちょうだい。もう水筒は空っぽだ。じゃあ魔法で出してちょうだいよ。自分で出せばいいだろう。無理、もうそんな気力ないわ。水の女神が干からびるなんて冗談でも笑えないんですけど。とにしょうがねえな。クリエイトウォーター。ふわー、生き返ったわ。ありがとね、カズマ。この陽気の中ずっと歩き通しですからね。クレア、目的の海まではもう少しかかりそうでしょうか？地図によればこの斜面を降り切った先のはずですが。かすかに波の音が。本当です、行きましょう。ああ待てよ、めぐみナクです。一番乗りは私よ。わあ、綺麗な海、いろんな青があって素敵ね。ああ本当に、砂浜も美しい。誰もいませんね。私たちだけでこの砂浜を独占してるみたいです。ここまでの工程はそれなりにきつかったですが、見返りとしては十分以上の絶景ですね。白い砂浜、青い海、夢みたい。よし、それじゃあ早速アイリスが持ってきた地図の宝を探そう。泳ぎましょう、せっかく海に来たんですもの。こんなに綺麗な海で泳がないなんてもったいないわ。そうですね、地図には確か満月の晩と書いてありましたし、夜まで時間もありそうですから。ちょっと待て、アイリス様は泳ぎに来たのではなく宝を探しに来たのだが。アイリスの水着も用意しておいたわ。泳ぎましょう、アイリス様。なんという欲望に忠実な家臣。海水浴、なんだか夏の休暇らしくなってきましたね。とっても楽しみです。こなすバケーション。完璧だ、まさに美の化身。あのクレア、そんなにじっと見つめられると少し恥ずかしいです。おお、
もすごく似合ってるぞ。可愛いじゃないか。可愛い？本当ですか、お兄様？ああ、アイリスのイメージにぴったりだ。そうでしょう、そうでしょう。こんなこともあろうかと用意しておいた私の目に狂いはなかったわね。ありがとうございます。でもごめんね、さすがにクレオの分までは用意してなくて。お気遣いなく。私の仕事はアイリス様の護衛ですから。それにアイリス様の水着姿を目に焼き付けるという大事な仕事が。ああ、私は幸せ者です。やはりもうワンサイズ上でもよかったか。胸のあたりが少しきつい気が。何ですか、ダクネス。喧嘩なら買いますよ。それとカズマ、いくらなんでもガン見しすぎです。おわ、姉ちゃん腹減った。カニ取ってバーベキューしよう。はいはい、後でやりますから、もう少し我慢してくださいね。コメッコは食いしん坊だな。ってコメッコ、どうしてここにいんだよ。宝探しはロマンならば、我々がここにいるのは道理。アルエマで、きっと喜ぶと思って私が誘っておいたんですよ。さすがに私たちの方が先に着きましたけどね。あ、そういうことか。満月の晩に現れし地に宝は眠る。実に結構。今宵眠りし宝を必ずや我が手中に収めん。確かに高魔族の金銭に触れそうだな。姉ちゃん、お宝見つけて莫大な富を手に入れようね。ええ、米っ子にも美味しいものを食べさせてあげますからね。まったくこいつら。カズマさん、何してるの？お兄様、早く早く。でもま、みんなでワイワイするのも悪くないか。よし、うん、じゃあ夜が来るまで自由時間だ。青い海、白い雲、そして周りには水着の美女。最高だ。カズマさん、最高級のトロピカルジュースが入りましたわよ。ありがとう、アクア。うん、やっぱり水だね。浄化しちゃったか。あら、ごめんなさい、ついうっかり。すぐに変わりよう。ああ、大丈夫大丈夫、ちょうど水が欲しいと思ってたところだ。それに潮風を浴びながら飲む水は格別だ。二人ともまたやっているのですか、セレブごっことやらを。おお、めぐみんじゃないか。コメッコはどうしたんだ。コメッコならアルエと一緒に散歩に行きましたよ。食料を取ってくるとか。たくましいな、さすがはめぐみんの妹だ。せっかく食料を取ってきてくれるのなら、私たちはきっちりお腹を空かせて待っていましょう。素敵ですね。でしたら私はもう少し泳ぎの練習をすることにします。頑張り屋さんだな、アイリスは。いえ、オートではそれほど泳ぐ機会もありませんし、せっかくならと思いまして。それに何より水の中の光景が素晴らしいのです。お魚や海藻がキラキラしていて。ではアイリス様、私も泳ぎの練習のお供をしましょう。せっかくなら勝負でもしますか。はい、喜んで。お魚さん、こんにちは。アクアさん、どちらが勝ちましたか。アイリスの勝ち。負けてしまいましたか。アイリス様がこれほど上達されていらっしゃるとは、さすがです。ダクネスもかなり早かったですよ。途中までは手に汗握る展開でした。いや、ほんと驚いたよ。ダクネスも結構泳げるんだな。筋肉は重いって聞いてたからてっきり。筋肉って言うな。待たせたな、皆の者。いいもの見つけた、これ見て。あら、生きの良さそうなスイカね。スイスイスイカ、スイスイスイカ。
スイカがピチピチ動いてるんですけど。野良スイカだよ。そこの林の中で見つけて捕まえてきたんだ。いや、そういうことじゃなくて。ってもうこの展開にも慣れなきゃな、俺も。その場で踊り食いしようかと思ったけど、姉ちゃんたちも食べるかと思ってやめたよ。えらい。ありがとうございます。うちの妹は優しいですね。どうすんだ、せっかく海辺にいるし、スイカ割りでもやるのか。スイカ割りですって。カズマ、あなた正気ですか。え、スイカ割りなんて危険な遊び、今では誰もやっていないぞ。怪我人が出たらどうするんだ。ただでさえ飛んだり跳ねたり大暴れして危険なスイカを目隠しで倒せるのはごく限られた精鋭だけ。心眼を開きし者のみが行える儀式なの。心眼を開けなかった者には死あるのみ。何それ、怖い。夏のスイカは果物の中でも一二を争う凶暴さですからね。生半可な覚悟でスイカ割りなどできませんよ。だが禁断の遊戯の封印を解除しようとするその心意気やよし。ひと手間かけるとスイカもっと美味しくなるね。はい、目隠し。結構です、普通に食べよう。切り分けてやるから順番に並べ。いただきます。なんという甘さ。これが野生のスイカの味ですか。オートで食べるものよりも格段に濃厚な甘さですね。うわ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 。お兄ちゃん、おかわり。へいへい、喉に詰まらせないように気をつけろよ。わかってる。あと種は食べちゃダメ。へそからスイカの芽が出てきちゃうから。そうなのですか。恐ろしい食べ物なんですね。気をつけなくては。いや、単なる迷信とは言い切れないか。カズマさん、私たちの分もお願い。はいよ。夏の海でスイカを食べるなんて素敵な夏の休暇です。地図には満月の晩に現れし地に宝は眠るって書いてあったのよね。ああ、地図の記載通りであればそろそろ何か変化が訪れてもいい頃合いなのだが。油断してはいけない。すでに奴の現実に囚われているのやもしれぬ。なるほど、審判の時は近いということですね。偉大なる闇の王が目覚める。現実？審判の時？お兄様、皆さんがおっしゃっているのはどういうことでしょうか。いや、多分それっぽいことを言ってるだけで意味はない。それがコウマ族だから。で、どうする、カズマ。何が起こるかもう少し様子を見るか。だな。何の成果もないまま帰るのは冒険者の名折れだし、とりあえず晩飯でも食べるとするか。米っ子が取ってきた魚も大量にあるものね。米っ子のサバイバル能力には目を見張るものがある。貧乏生活、恐るべし。この辺は人の手が入ってないせいか自然も豊かだ。林の中にキノコや果物もなっていたよ。これを見てちょうだい。とっても派手だし、きっとレアものだわ。いや、派手というか毒々しすぎるだろう。捨ててこい。そんな、もったいないわよ。カズマさん、毒味してくれない？苦しみ出したらすぐ魔法で解毒してあげるから。絶対にごめんだ。食欲をそそる匂いが。米っ子がもう我慢できないと言って魚を焼き始めてますよ。いつの間に。慣れた手つきで器用に火まで起こして。遠目からじっくり焼くのがコツ。こうしているとクーマの里にいた頃のことを思い出しますね。今日は魚だから豪華。いつもはセミとかザリガニ。セミって、あの昆虫の。ああ、
焦がしたら承知しませんよ。あの、無知で申し訳ないのですが、昆虫は食べても良いものなのですか？うん、イボイボの虫もうまかった。イボイボの虫？アイリス様、耳を貸してはダメです。アイリス様には縁のない話ですから。少し興味があります。ごちそうさま。海で食べる魚は鮮度が違うわね。確かに塩加減もちょうどよかった。お城にいては経験できなかったことばかり。最高の夏の休暇となりました。ありがとうございます。礼を言うのはまだだいぶ早い。本題はこれから始まる宝探しだからね。満月の晩に現れし地に宝は眠る。そう言われて待っては見たものの何も起こらない。なんだなんだ、地面が揺れた。もうやんだみたいだけど。ねえみんな、沖を見て。あれは島？変ですね。さっきまであんな場所に島などなかったと思いますが。満月の晩に現れし地。まさか地図に書かれた通りのことが起きたということか。かもな。待った甲斐があったってもんだ。お宝あそこにあるんだね。本当に宝の地図の通りに。ワクワクしてきました。ここからが本番ね。みんな準備はいい？あの島まで泳ぐわよ。未知の島に上陸した我々に未知の恐怖が降り注ぐ。王道だが悪くない。満月の晩に現れし地というのがこんな離れ小島だったとは。満月の光があるとはいえ、ここから見えるのはゴツゴツした岩だらけ。本当に宝なんてあるのか？カズマの宝感知スキルに反応はないの？もうやってるよ。けどなんかそれらしい反応があるようなないような。どういうことですか？ありそうな気配はあるんだが、反応が曖昧で方向がはっきりしないんだ。宝感知スキルなど必要なし。隠されし宝を看破するは我にあり。よくぞ言いました米子。宝はスキルではなく自らの手で掴んでこその宝。宝は必ず見つけてみせよう。ゴーマ族の誇りにかけて。何か見つかったか？こっちにはそれらしいものは何も。こっちもです。我が眼帯の奥に秘められし赤き瞳をもってしても何も見つけられなかったよ。これだけ探しても何もないなんて、もしかして宝の地図が間違ってたんじゃない？もしくはすでに誰かが持ち去ったという可能性も考えられる。そうですね、相当に古い地図ですから。せっかく島を見つけたのに宝物に出会えないのは少し残念です。いいや、お宝ならすでに見つけたさ。え？ここまでみんなで過ごした時間、それこそがかけがえのない宝だ。アルエさん。君もそう思うだろ？おお、そうだな。ゴーマ族にしては無難なフォローでびっくりした。アルエの起点に感謝だな。そろそろ戻りますか？そうですね、皆さんお付き合いくださってありがとうございます。なんだあれ？どうしたのだ米っ子。あそこ見て。あれは何かが光っていますね。しかも金色に光って見えるよな。あれってもしかしてこのスーパー？ねえ、これって金じゃない？これだけあれば高級シュワシュワを何本買えるかしら。地面から生えているのが少し奇妙だが、確かに金で間違いなさそうだな。大発見、大
言葉どこで覚えてきたのですか？みだりに使ってはいけませんよ。これが手に入れば俺たちだってしばらくウハウハ間違いなしだ。下の方が地面に埋まってるからどうにかして。掘り出すための道具など何も持ってきていないぞ。任せとけって。こんなこともあろうかと。ソーラーバインド。わかりました、お兄様。みんなで巻きついたこの紐を引っ張ればいいのですね。そういうことだ。みんな掴んだか。行くぞ、せーの。よいしょ、よいしょ。ってなんだ、また地面が。でも、雨が雨。ノア、地面が傾いて。これは島が動いているぞ。何が起きるか分かりません。急いで元いた浜辺に戻りましょう。オムオム。島の先端に顔。なるほど、謎の島の正体はデバガメだったのですね。デバガメってこの前話してた巨大レアモンスターってやつか。デッパの亀だからデバガメっていう。そういうことね。ちなみにさっきの金の延べ棒はデバガメの歯だったみたいね。オムオム。それでデッパを引っ張られたせいで怒ってるってわけか。もうほんとこの世界なんなの。亀のスープ、ジュルリ、米粉、その息です。カズマも呆れてないで、あいつを倒しますよ。ノワーク、食われる。おいデバガメ、その男を放せ。やるなら私にしろ。そうよ、貧弱冒険者のカズマなんか食べてもお腹壊すだけよ。おやつは今なんて言った、訂正し、いたずらしたたたた、食われる、本当に食われる。姉ちゃんやばいよ。ですが今爆裂魔法を打ったらカズマまで。カースドライトニング、エクステリオン。お兄様、今のうちに離れてください。言われなくても。トウ、カズマが離れたわ。承知です。さあ行きますよ、エクスプローション。姉ちゃんかっこいい。あれほどの一撃を食らってもまだ生きているとは、さすがに伝説級のレアモンスターといったところか。ねえ、今ならあいつに乗っかっても大丈夫なんじゃない。ささっと行って金の電波をいただいちゃいましょうよ。おお、確かにその手があったか。待ってください。アイリス、氷が乗っているところ水を差すようで申し訳ありません。ですが歯を抜いてしまうのは少しかわいそうな気がして。アイリス様、なんとお優しい。確かにデバガメは近隣を襲って被害を出しているわけではない。アイリス様がおっしゃるのも一理あるけど、本当にいいのか。せっかくのお宝なのに。ええ、それにアルエさんもさっき言っていたではないですか。ここまで過ごした時間、それこそがかけがえのない宝だって。皆さんと一緒に過ごした夏の休暇こそが私の何よりの宝です。アイリス様、なんと見心の広い。それじゃデバガメとはここでお別れだな。あのカメさんが無事にここを離れられるよう、後でちょっとだけヒールかけとくわね。はい、カズマさん特製海鮮丼お待ち。いただきます。
もぐ、うまい、おかわり。もう食ったのかよ、早いな。海で食べるご飯はまた格別ですね。アイリス様、ため息などお付きになってどうかなさいましたか。まさかこの男の雑な料理がお口に合わないとか。雑とか言わないでもらえます。誤解を招くようですみません。お兄様のお料理はとっても美味しいです。ただ楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうものですね。夏の休暇も終わりと思うとなんだか名残惜しくて。名残惜しむ必要なんてないって。また休暇が取れたら一緒に遊ぼうぜ。本当ですか？クレア、次の休暇はいつです？すぐには無理です。アイリス様は王国になくてはならない尊いお方なのですから。そうですよね。ですが、これほど楽しそうに休暇を過ごすアイリス様の願いに進化一同否やはございません。すぐには無理ですが、またこうした時間を取れるようこのクレアも尽力いたします。はい、ありがとうクレア。さあ、最後の最後まで夏を満喫するわよ。アイリス、私と泳ぎの競争をしない？水の女神として戦いを挑むわ。その勝負受けて立ちます。けど、水の女神って？はあ、アイリス様の水着姿もじきに見納めか。しかと目に焼き付けておかねば。私も最後の勝負に加えてもらうとしようかな。私も泳ごうかな。海と戯れるのも悪くない。姉ちゃん、コミコも勝負する。さすが我が妹です。私も行きます。みんなで競争ですよ。お前ら元気だな。けどこんな楽しい夏の時間が何よりの宝。アイリスの言う通りかもな。スタートしちゃうわよ。ビリになった人は帰り道でみんなの荷物を持つ係よ。な、聞いてないぞそんなこと。ちょ、まだスタートするなって。シーズン真っ盛りで海水浴客だらけ。海の家の開店にはうってつけってわけだ。うん、やはり我が輩の目に狂いはなかった。ポンコツ店主に店を任せて出てきた甲斐があるというものだ。ウィズが店で留守番って正直不安しかないんだが。案ずるな。やつとて留守番ともなれば緊張感を持って仕事をするであろう。我が輩からもきつく言ってあるからな。そもそも我が輩がこのようなところまで来たのはあの貧乏店主の赤字を補填するためである。これから数日アルバイトとしてよろしく頼むぞ。任せてください。こんなに割のいい仕事めったにありませんからね。うん、そういえば昭和る女神と筋肉娘の姿が見えぬな。せっかくの商売時に何をしているのやら。アクアは悪魔の下で働くのはお断りだと。ダークネスはそのおもりで一緒に留守番だ。まったく惜しいことをするね。これもいい経験として執筆のネタになると思うのだが。で、なんでアルエがここにいるんだ。二人の代わりというわけではありませんが、私が呼んでおいたのです。新人アルバイトのアルエだ。苦手なことは重労働と直射日光。よろしく頼むよ。自己紹介からして海の家に向いてない気がするんだが。安心してくれ。コーマ族の威信にかけてこの浜辺に歯を唱えるとしよう。その勢いよし。これから開店準備を始めるわけだが、改めて確認しておこう。先に伝えた通り、これからしばらくの間何時らには我が輩の海の家の接客と厨房を任せる。仕事以外の時間は休むもよし、海で遊ぶもよし。
宿泊は近所の宿を用意してあるので安心するがいい。宿まであるのか、すごい好待遇だな。海の家での仕事はハードであるからな。しっかり休んで遊んで英気を養わねば続けられぬ。意外とアルバイト思いなのですね。確認はそれだけですか。いや、一つだけ忠告があってな。今のうちに伝えておくとしよう。今宵宿泊する宿についてだが。なんだよ、変にもったいぶって。もしかしてあれか、夜になるとその出るとか。当たらずも遠からずといったところである。その宿にとあるものが封印されているという。宿の主人からは部屋のクローゼットだけは開けてはならぬと注意を受けている。いや、クローゼットなんかに封印するなよ。裏を返せばクローゼットを開きさえしなければ何事もなくゆるりと過ごせるということ。バカ、そんなフラグみたいなこと言うなって。ちなみにそのクローゼットがあるのは女部屋だそうだ。くれぐれも開けてくれるなよ、コーマの娘たちよ。封印されし者を解き放つか。ものすごくそそられますね。ほら見ろ、早速フラグが回収されかかってるし。お前らやめとけ。いいか、マジで開けるなよ。これはフリじゃないからな、絶対開けるなよ。善処します。だが果たしてこの右腕を沈めておけるかどうか。いいか、こういうのは絶対トラブルの引き金になるんだよ。迂闊な行動はしないようにな。大丈夫、そこまで言われたらさすがの私たちもやめておくよ。それよりも今は海の家のことだろう。眼帯娘の言う通りである。宿の心配は後でもできるのでな、まずは海の家に注力するのだ。そろそろ準備を始めるぞ。全員水着に着替えたらここに集合せよ。海の家バニル屋、開店の時である。掃除に仕込みにご苦労であった。海の家バニル屋オープンである。さあさあ、食事に休憩、遊具のレンタルもお任せあれ。うっしゃるしー。おお、早速お客さんが続々と。さて、おのおの配置につくがいい。何時は我が輩と厨房へ来るのだ。調理担当ですね、任せてください。至高にして最強の料理を出してみせましょう。ということは俺とアルエで接客か。自分で言うのもなんだが、キッチンに回されるのかと思ってたよ。コーマの娘2人に接客を任せるわけにもいくまい。それもそうだ、見張っとかないと何しでかすか分かんないもんな。ずいぶん心配性だね。コーマ族の力見くびるな。ええ、そろそろ見せてあげましょう、我々の本気というものを。解放しよう我が力。新規注文だ。お好み焼きに昆布焼きそば、それと昆布のステーキ2つ。喜んでご注文ありがとうございます。なんだかさらに忙しくなってきましたね。間もなくランチタイムであるからな、書き入れ時だぞコーマの娘よ。わかりました。ところでこの店、昆布を使ったメニューがやたらと多くありませんか。昆布はこの辺りの名産品でな、質の高い美味なものが安価で手に入るのだ。この辺りの人々は昆布が大好物であるという。時に爆裂娘よ、我が輩からも質問してよいか。ええ、何でしょう。何時が今作っているものは一体何だ。そのようなレシピに心当たりはないのだ。爆裂丼ですが、私のオリジナル料理、いえ作品と言っていいでしょう。勝手にメニューを増やしてない。まったく、これだからコーマ族は。接客の方は大丈夫なのだろうか。うむ、鉄板の上で乱舞せし海の帯、そして祝宴を彩る歌方の聖水を3つ、
といったところか。昆布のステーキとシュワシュワ3つ、勝手にメニュー名を変えるな。だがこっちの方がかっこいいじゃないか。お客さんが困った顔してるだろ。それに注文取り間違えたらどうするんだよ。心配ない。メグミン、バニル、注文だ。鉄板の上で乱舞せし海の帯、そして祝宴を彩る歌方の聖水を3つ。喜んだ。メグミンはともかく、なんでバニルにまで通じてるんだ。オープン初日の営業はこれにて終了である。みなご苦労であった。あー疲れた。大変な盛況でしたからね。今日だけで一生分の昆布料理を作った気がします。これはかなりしんどいね。明日以降もこれを続けるとは。だが今日だけでも売り上げは上々。客からの評判も良く、初日の営業は大成功と言えよう。そりゃよかった。ま、でもこれだけ働いたんだから当然か。さあ、そろそろ宿へと向かおう。明日に備え、さすがに休まなければ。宿ではそろそろ夕食の準備が整っているだろう。喜べ。なんと、昆布をふんだんに使ったフルコースであるぞ。今日もお疲れ様でした。昆布メニューもですが、爆裂丼の調理も随分コツをつかんできました。私も少しずつ仕事に慣れてきたよ。空いた時間は浜辺で優雅に執筆できるしね。だから仕事には文句ないのだが、一つどうしても気になることがあってね。メグミンもそうだろ。ええ、このクローゼットのことですよね。昨日までは疲れすぎてそれどころではありませんでしたが。封印されし扉を前に解放しないなどという道があろうか。いや、ない。コウマ族たるもの、開けてはいけない扉は開けるのが定め。パウ！あれ、何もないではありませんか。めぐみ、足元だ。何かぬめっとしたものが足に。あれ、取ってください。仕方ないね。これは海藻。昆布ならもう見飽きましたよ。いや、これは昆布じゃない。私も詳しいことはわからないが。他には本当に何もありません。海藻が落ちていただけとは拍子抜けですね。ああ、とんだ期待外れだったね。この海藻は窓の外にでも出しておこう。そうですね。うん、おやふみの灰。さ、今日も一日頑張るとしようか。昨日はよく眠れましたし、体調は万全です。やっと来たか、コウマの娘たちよ。おはようございます。ん？どうしたんですか？深刻そうな顔をして。あれほど忠告したのに何じらと来た。ああ、もしかしてクローゼットの封印のことかい？もちろん開けたよ。私たちはコウマ族だからね。けれど中には何もなかったし、問題はないだろう。終わりだ。この海を見るがいい。ん？言われてみれば随分海の色が暗いような。何時らが封印を解いた結果がこれだ。まったくとんでもないことをしてかしおって。なんだって、あの緑は一体。ワカメである。ワカメ？さよう。ナンジュラは封じられたモンスターワカメを目覚めさせたのだ。昆布がこの地の名産品として愛されていることは先日話したな。そうですね、料理も昆布を使ったものが人気ですし。そんな昆布の天敵がワカメである。
奴は海中で昆布を食べながらものすごい勢いで成長と増殖をするのだ。なるほど、道理で海が緑色なのですね。なるほど、どころではないわ。ワカメはただ増殖するだけではない。海に近づいたものを、あの声はコズモです。行ってみましょう。何かに絡みつかれているようだね。まさかあれが。わさわさわさ、あれこそがワカメである。これほどの大きさに成長しているとは。カズマ、少しじっとしていてくれ。カースドライトニング。わざわざ本体を逃がしたか。カズマ、無事ですか？なんとか。というか今のやつは何だったんだ？それは、その一旦海の家に戻りましょう。そこで説明します。この巣場、何時を襲ったあれはこの海にかつて生息した脅威のモンスターワカメである。ワカメってモンスターなのか？昆布は普通の海藻なのに。というか昨日までいなかったワカメがどうして今日になって急に出てきたんだ。私たちコウマ族がやるべきことをやった、それだけのことさ。やっぱりお前たちじゃねえか。あのクローゼット開けたんだろ。コウマ族はダメと言われるとついやりたくなるのですよ。ですが反省は一応しています。すみませんでした。全然反省してるように聞こえないんだが。んで、これからどうするんだ？ワカメの主食は昆布なのだが、何せ食欲旺盛でな、周囲にあるものを何でも捕食しようとする性質がある。特に昆布が暗い色をしているせいか、暗い色のものに反応しやすいのだ。そんな基準で周りを襲うんじゃ、俺みたいに人間が襲われる可能性もあるってことだよな。うん、ワカメを倒さぬ限りこの海は危険。海水浴など早々に禁止されるであろう。そうなれば客は減り、いずれこの海の家も閉店に追い込まれるってことか。そんな、それではアルバイト代はどうなるのですか？先日ウィズの店で腹立ち紛れに割った水晶の弁償代にするつもりだったのです。困ります。お前またそんな迷惑かけてたのか。というかワカメが出てきたのはお前のせいでもあるんだからな。ふん、わかりました。倒せばいいのですよ、ワカメなど。だが奴は海の中に逃げていった。どうにかおびき出すことができないものか。我が輩に一ついい考えがある。ただしこの作戦にはコウマの娘たちの協力が不可欠だ。協力してくれるか？ああ、もちろんだよ。元はといえば責任は私たちにあるからね。ええ、どんなことでもやります。どんなことでもか、その言葉しかと聞き届けたぞ。また悪い顔してやがる。それでは早速作戦を伝えよう。しかと聞くがよい。他に手はなかったのでしょうか？ラクネスと違って縛られて喜ぶ趣味はないのですが。痛い気な少女を餌にしてワカメを釣るか。いいね、小説のネタにはもってこいだ。どんなことでもやると言っただろう。趣味があろうとなかろうと汝らの使命は果たすがよい。ワカメは暗い色に反応する。
高魔の娘たちの黒髪は格好の的になるはずである。ワカメがまんまと高魔の娘たちに食いついたところで、我が輩が鮮やかな一本釣りをしてやるのだ。なんて古典的な方法なんだ。俺はたまにお前が賢いのかバカなのかわからなくなるよ。生涯において自分が釣り絵になる日が来ようとは。封印を解いたばかりに厄介なことになったね。まあ多少反省はしていますが、後悔はしていません。同意見だよめぐみ。私たちは高魔族だからね。声を落とすのだ。ターゲットのお出ましか。高魔の娘たちよ、我が輩と小僧で責任を持って引っ張り上げてやる。昆布の気持ちになってやつを誘うのだ。昆布の小説を書く予定はないけど、まあこれも勉強かな。くれくれもお願いしますよ。失敗したら末代までたたります。おお、ワカメが海から伸びてきた。ギリギリまで引きつけるのだ。引きつけて、まだ引きつけて、今！あー！わさわさわさ。なるほど、これが釣り絵の気持ち。わかった、わかったぞ。わかりたくもないですよ。餌がこんなに怖い思いをしていたなんて。おい、二人とも無事だな。今縄を解いてやる。早く早く解いてくれない。それでこれが例のワカメだね。わさわさわさ。なんか前に見た時より大きくなってないか。見間違いではない。この短期間にそれだけ捕食したということだ。わさ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 。さあ大悪魔バニルがお相手しよう。仕置きの時間である。ワカメよ、海の木図となれ。カースドライトニング。よし、聞いてる。メグミン、今だ。やってやれ。海の平和と我がアルバイト代のため、エクスプロージョン。わざわざわざ。ワカメは倒せたようだな。だがこの海の様子、一見落着とはいかぬようだ。なっ！あんなにあった昆布がなくなってる！ワカメが食い尽くしてしまったか。昆布がなければ店で出すメニューも変更せざるを得まい。ですがお店で人気があったのは昆布料理ばかりでしたよ。看板料理がなくなってしまっては店の売り上げも。どうしたのだ。倒したワカメをじっと見つめて。なあバニル、こいつって食えるのか。俺の故郷にあったワカメと見た目は変わらないが。食べると害があるという話は聞いたことがない。俺の故郷にもワカメがあってよく食べてたんだけど、こいつの見た目と触った感じもほとんど変わらないんだよな。まさかこのワカメを店の料理で出すというのですか。結構うまいんだよワカメ。いろんな料理に使えるし、何より話題作りにもなるんじゃないか。まあ本当に大丈夫かどうかみんなで試食する必要はあるけど。悪くない、そういう逆転の発想、悪くない。そこまで言うなら何時の案に乗ってみよう。早速準備に取り掛かるぞ。これはなかなか。昆布の時代は終焉を迎えた。これからはワカメの時代だ。さあいらっしゃいいらっしゃい。期間限定ワカメ祭りを開催中だよ。お、注文ありがとうございます。
厨房オーダー、わかめご飯にわかめの酢の物。喜んで。お土産に乾燥わかめはいかがかな。ご自宅でこの味を。そっちのお客さんは2袋ありがとな。こっちは5袋毎度あり。盛況盛況、実に愉快である。最初こそ昆布の劣化版ではないかと不安視されていましたが、挽回まで早かったですね。うん、昆布を壊滅させたことで賠償金を課されるのではとヒヤヒヤしたが、ワカメでここまでにぎわうとはな。ってことで営業最終日まで売って売って売りまくるぞ。今回はめぐみんに誘ってもらってよかったよ。夏のいい思い出ができたし、ネタも仕入れることができた。私も大満足です。アルバイト代に色をつけてもらいましたからね。これで弁償代もしっかり払えるというものです。でもワカメはまだまだ残ってたな。あそこで切り上げて帰るのは少しもったいなかった気もするが。気持ちはわからんでもないがな、想定外の売り上げを記録したのだ。何事も引き際が肝心である。それにいつまでもポンコツ店主に店を任せきりにするのも危険なのでな。アクアとダクネスはどうしているでしょう。急に心配になってきました。カズマ、早く屋敷に帰りましょう。俺はちょっと店に寄ってから帰る。ウィズに土産の乾燥わかめを渡さないとな。今帰ったぞ、ポンコツ店主よ。あ、バニルさん、ちょうどいいところに戻ってきてくださいました。大変なんです。どうしたというのだ。実はバニルさんが出かけている間に素晴らしい商品を見つけたんですよ。なんか嫌な予感が。絶対に売れると思って仕入れたのですが、なぜか全然売れないんです。うん、なるほど。帳簿を見せるがよい。俺も見せてもらっていいか。どれどれ。なんという大赤字。さて、弁解があるならば聞こう。これが売れないなんて絶対おかしいんです。自信を持っておすすめしているのに。バニル式破壊光線。なんだろう、日常に戻ってきた気がする。お土産渡せる状況じゃないし、俺も家に帰るとするか。